い、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、30〜40代の方向けの自然なゆるふわヘアのスタイリングについてご紹介します。30〜40代の方とかってね、まあ流行りもあると思うんですけど、結構ねこの辺のミディアムヘア、肩ぐらいのラインだったりとかでね、切られる方って結構多いかと思います。でも朝起きたりとかした時にね、寝癖がついちゃったりとかして、髪の毛があんまり綺麗にまとまらなかったりとか、結構跳ねたりとかしてうまくいかないっていうことないですか？今日はそれの改善方法だったりとか、自然なスタイリングの作り方についてご紹介します。今回のポイントとしては2つあって、1つ目は大きめのカールを作る、もう1つはひし形のシルエットです。この2つのポイントを押さえたら、今風のね、自然なゆるふわヘアのスタイリングができます。では早速ご紹介していきます。実際に巻いていくね、コテの大きさ 32mm、 太めのコテを使用します。太めのコテで、ね、こう自然に毛先が跳ねてる方もいらっしゃると思うし、なんかこう内巻きに入ってるところもあると思います。これを自然にね、毛先を外に跳ねさせるような感じで巻いていきます。そうすることによってね、32mm だったりとかの大きめの太めのコテだと、結構ね、カール自体も自然に大きいカールができます。これを利用してシルエットを作っていきます。で、残りの毛先の部分も、まあ、ある程度ね、こうまとめながら外に大きめにカールをつけていきます。結構ざっくりで大丈夫なので、こう髪の毛がね、全体的に同じ方向に向くように巻いてください。これでね、毛先の外跳ねのカールができました。次、シルエットなんですけど、これだとね、まだストーンとしてる可能性があると思いますので、次ね、表面の部分、ざっくりで大丈夫なので、この鉢と言われる部分、ちょっと張ってる部分ですね。この上の髪の毛を、いわゆるトップの髪の毛って言います。この部分を内巻きに巻いていきます。ちょっとわかりやすいようにね、少しだけ取って、この辺のね、部分もね、ざっくりで大丈夫ですので、この幅だけ、上の幅だけは気をつけていただいて、横幅はね、ざっくりで大丈夫です。で、ここを内巻きに一回で巻いていきます。内巻きに一回で巻くと、シルエットで言うと、ここにだいたい鼻のラインぐらいから顎のラインにかけて丸い内巻きができます。で、毛先の部分が跳ねているので、ここでひし形のシルエットが完成します。特に髪の毛が長い方はなかなか難しいかなと思うので、もしね、このひし形のシルエットに、作っていくのであれば、このトップの部分の長さをだいたい鼻から顎ラインのにかけて短く切る、ここをね、レイヤーを入れるっていう形ですね。これを美容師さんに、切ってもらったら、このね、シルエットが結構作りやすくなります。なのでね、カットされる際は、まあ、鼻から顎ぐらいのラインでレイヤーを入れてくださいとお伝えしてください。じゃあ残りの部分もね、巻いていきます。でね、後ろの部分ってね、巻きにくいかもしれないので、まあちょっと前に持ってきてね、巻きやすいところで巻いてください。で、巻いたりするとシルエットがちょっと膨らんで、しぼむようなイメージですね。膨らんで毛先の部分というか、獅子形のシルエットに変わります。全部巻き終わった感じがこんな感じです。シルエット的に毛先が跳ねて、横にね、ボリュームがあって仕方になっているような感じです。はい、ということでね、こんな感じでご紹介させていただきました。で、一番気をつけていただきたいポイントっていうのは、やっぱりね、この表面を巻く時の幅ですね、上の幅、ここを鉢よりも下の部分から髪の毛を取っちゃったりすると、結構ね、巻いた時に綺麗な内向きが出なかったりします。なので絶対ね、この膨らんでる部分から上の髪の毛、トップの髪の毛ですね、それをしっかりと取っていただいて内巻きに巻く。そうすることによってね、誰でも簡単にね、綺麗なシルエットが完成できますので、ぜひ参考にしてみてください。
ください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。